ワンピー側チャンピオンベルブレイズ、ツーピー側チャレンジャーアイリーン。さあ注目してみましょう。ファイト1レディーゴー。試合開始です。避けてから投げが預かった。これは抜けられなかった。一旦離れる。ここは抜けていった。うまい。さばいた。よろけた。ミドルキック投げだ。いざ決まった。セットカウントは0対1。エルブレイズ先に1本取られてしまったが、まだまだこれから。この後が重要ですね。第2ラウンドが始まりました。投げが決まらない。投げで攻める。ミドルキック、よろけだ。いざエルブレイズ残り体力が少ない。投げ抜け、うまい。避けて投げが透ける。背後投げ、カウンター、これがヒット。絶好調だ。ミドルキック、勝負あった。ここまでどうでしょう。 2P 側のプレイヤーですが、ガードが硬くて相手の攻め手を封じてましたよね。そうですか。この後気を抜かずにボールに徹するのもいいかもしれませんよ。なるほど。意地避けてから投げ抜けはない。距離を置いて、どうだ。避けて投げ打つ。残り体力が少ない。横投げ、ミドルキック、決まった。セットカウントは1対2。エルブレイズ1本取り返した。ここから追いつけるか。第4ラウンドスタート。両者手が出ないか。つける、これは抜けられなかった。後ろに迫った。きっちりまとめた。ナイス投げだ。勝負あり。セットカウントは2対2。エルブレイズ1本取って追いついた。最終ラウンドまでもつれ込みましたね。ファイナルラウンドスタート。ゲラ投げ、きっちり当てていく。手堅い。投げだ。投げが透かる。抜けられない。残り体力5。肘よし、投げていく。決まった。劇的なシーンで幕を閉じてしまいましたが、どちらのプレイヤーにも拍手を送りたい。エルブレイズ勝利しました。 Heavyweights are nothing to me.